1時ですがおやつです。ラジオを聴きの皆さんの知っている美味しいグルメ、食いしん坊の中美由紀さんに教えてあげてください。下町グルメ選手権。さあ、ラジオをお聞きの皆さんからハガキ、ファックス、メールでおやつを紹介していただくコーナーです。で、今週は京都市伏見区の町さんご推薦のお店でございます。最近よく通る道に気になるシフォンケーキのお店を見つけました、うん、レモン味のシフォンケーキを食べたのですが、爽やかな味でふわっふわ、美味しかったので一度食べてみてください。まあ、他にもシフォンケーキが並んでいる横にすごく綺麗な新商品、フラワーゼリーというのも見つけました、うん、綺麗で思わず買ってしまいました。すごく爽やかで硬さもちょうどよく大好きになりました、ということでございます。はい、町さんありがとうございます。ありがとうございます、おやつ娘の四方かなさんに買いに行っていただきました。おやつ娘四方かなさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう町さんがしっかりご紹介いただいているので、もうその通りなんですけれども、うん、今日はですね、淀で、京都競馬場のある近くですね。そうですね。競馬場の近くにありますランチとシフォンケーキのお店に行ってまいりました。はい、はい、お店のお名前がトライムさんっていうところなんですけれども、トライムさん、はい、このお店はもうその名前の通りランチの時間帯だけ、まあ、夕方の5時までだけ、うん、営業されているお店でして、はい、体に優しいランチと、あとシフォンケーキとか、チーズケーキと、またこういったゼリーっていうのを少し出しておられるようなお店でした、はい、で行き方なんですけれども、ちょっと京阪の淀駅まで行っていただいてから、公共交通機関を使って行っていただく場合は京都市営バスの、バス停からですね、能祖岸の下というバス停まで、淀駅から5分くらいのところですね、のバスに乗っていただきます、うん、ただ本数がちょっと少ないので気をつけて行っていただきまして、このバス停からは5分とかからないところにあります、はい、駐車場もありますので、車で行っていただく方は不動13号をですね、淀駅から、北の方もちょっと進んで、京都競馬場をちょっと過ぎたあたり、左手のあたりにありますので、車でも行っていただくことができるかと思います。なるほど、はい、はい、このお店2年前にできたお店なんですけれども、まだ最近なんですね。そうなんです、はい、主にされてるのが60代の女性の方でして、この方もともと飲食店の経営とかの経験は全くない方なんです。おお、そうなんですか、はい、そんな方がいきなり2年前にそうなんです、ほっとやり始めたと。はい、もともとは食育アドバイザーさんと、あと心理カウンセラーさん、また全然畑違いだされてまして、小児がんの子どもたちのケアをするボランティアをされてた方なんだそうです。はい、で、ボランティアされながら、ケーキをね、その子どもさんに食べてもらったらすごく美味しいから、ケーキ屋さんになったらいいのにとか言われたことはあったそうなんですけれども、しばらくボランティアをされてて、60代になられてからなんかお店してみようかということで、ボランティアされた時に一緒にされた仲間の方と一緒に立ち上げられたのがこのお店。お店で、すごいな。そうなんですよ、食の勉強はもともとね、食育アドバイザーさんですからされてたんですけど、とにかくその病気の子どもたちのケアをされてたということなので、体にいいものを食べさせてあげたいっていうことで、これから食べていただくシフォンケーキもすごいふわふわなんですけど、添加物を使っておられないので、あら、無添加ですか。それは、はい、ライティングパウダーも使ってないんです。それでふわふわに仕上げるってかなり難しいですよ。なかなか膨らまない、ね、めちゃめちゃ卵泡立てなかった。そうなの、うん、それだけやっぱふわふわって難しいんだ。そうなんですよ、僕らシフォンケーキふわふわのイメージがありますけれども、うん、はい、うん、そう、それはやっぱりね、卵のいっぱい泡立てて、それ潰さないように混ぜるってめちゃくちゃこれねテクニックいるんです。私も結構お菓子作るんでわかるんですけど、ペチャってなっちゃったりするんですけど、うん、本当にふわふわで美味しいので、ぜひ試してみていただきたいと思います。この今目の前にありますシフォンケーキ、これは、レモン味ですか。はい、いくつか味がありまして、うん、今お皿に乗せさせていただいているのがプレーンです。プレーン、一番シンプルなもの、うん、で、日によって出しているもの変わるそうなんですけれども、3種類から5種類ぐらい出しておられまして、うん、今日はプレーンに、加えて、そのご紹介いただきましたレモンと、レモンと、抹茶、
を買ってまいりました。どれも美味しそうですね。はい、じゃあ早速いただいた方がいいんじゃないですか。うん、そうですね、はい、いただきます。早速いただきましょう。でもうふわふわって感じやね、やっぱりね。本当、うん、まあシフォンケーキってのはこういう形ですな、王道ですな、はい、これもうフォーク入れてみてください。ほらすげ、もうねフォークが跳ね返るぐらい弾力あって、ふわふわやん、ふわふわ、そうなんですよ、シフォンケーキって、いや、すごいな。わあ、いただきます。じゃあいただきます。はい、うん、ふわ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 、口の中でもふわっとなくなっていくすごい、これね、ベーキングパウダーも何も使わずにこのふわふわ感出せるってめちゃくちゃすごいですよ。あ、おいしい。あ、おいしい、これ、うん、ふわふわやね。ね、いやいや、ふわふわやなんけども、うん、特にふわふわやね。ふわふわしか言うてん。おもろいね、おい、うん、しいもん食べると笑顔になりますよね。でしょね、幸せでしょ、ね、はい、うん、いやー、いや本当にね、あの素材の良さを全部引き出して、もうそれぞれが頑張って一番いいとこ出してる感じがする。美味しい、うん、なんかね、味もナチュラルな味で、うん、そうですね、そう、優しいですよね、うん、めっちゃ、あんま癖がないよね、全然ね、うん、うん、で一緒に立ち上げられたもう一人 の、 あのリーダー格の方が女性の方なんですけど、うん、ケーキ嫌いなんだそうです。ね、なんでやったの？ケーキがあんま好きじゃないらしいんですけど、うん、あのこの小川さんって、後でまた電話出ていただきますけど、はい、小川さんの作られたケーキだけは食べれるからっていうことで、すごいな、お二人で相談しながら作られてるので、結構だから甘いもの苦手な方でもいけるかも、うん、あの甘さもすごくね、優しい甘さで控えめなんですよね。分かる、もうすごい甘っとる感じが全然ないから、うん、あの甘いもんが苦手な方でも全然いけますよね、これね。でふわふわやから一口ガバッと食べられるじゃないですか。あっという間に半分食べちゃった。あなた早すぎやで。いや、だって美味しいんだもん。だもん。もう一つありますね。はい、これもあのマチさんからご紹介いただいてる中にあったんですけれども、うん、フラワーゼリーがこちらです。いや、鮮やかですね。もうゼリーなんですけれども、もういわゆる花っていうかね、ブルー、うん、これは水色やな。そうですね、水色にちょうどあの、ね、花の花弁じゃないな、芯のところですかね、うんうん、そこがこうオレンジで、うん、めっちゃ綺麗なお花がゼリーの中に浮いていると。そうなんです、不思議でしょ、不思議な、うん、めっちゃおしゃれですよ、これ食べんのね、でもったいないね、あまりにも美しすぎて、言うときは芸術作品っていう感じがしますよね、うん、そうなんです。じゃあ これ食べてええの、ほんまに大丈夫よ、切られてるしじゃあ食べましょう。食べ物なんですよね。食べ物ですよ。いや本当に食べ物って疑いたくなるぐらい美しいお花が入ってるの。いただきます。止まらない。おいしい、おいしい。最後のなんか味もええね、これ。あのこれ下の部分、はい、白い部分、これ なんやろ。あ、下のところはね、ミルクかな、ミルクゼリーかな、乳寒天ですね、うん、ほんで、はい、このね、水色のところはソーダの味がする、まあ、ブルーやからね、ブルーやから気がしますか、はい、実は味全部一緒なんですけど、嘘、嘘、人の視覚って怖いですね、水色やから勝手に私の頭の中はもうソーダって決めつけてんねやわ。牛乳寒天に色ついてるだけ。マジですか、おかしいな。僕は最初からもうミルクしか感じませんでした。私サイダーとミルクやと思って。でもね、すごいね、あっさりしてるし、でミルクの最後の後味がすごくいい、はい、優しい感じがこれもします、うん、はい、これもあのピンクとか緑とか他の色もあるんですけど、うん、一つ一つ手作業で作られてるということなので、うん、全部花びらの感じ違うでしょ、うん、すごい、これどうやってすんねやろ、ね、不思議。ちょっと作り方、はい、製造工程見たい。ちょっとどう作るかもお話 ね、 ね、お伺いしたいと思います、ね、聞いてみましょう。はい、ということでですね、このトライムの代表されてます、あの食育アドバイザーで心理カウンセラーという肩書きもお持ちの小川清美さんとお電話がつながっています。小川さん。あ、はい、小川です。はい、よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。はじめまして、こんにちは。こんにちは、小川でございます。めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。いや、シフォンケーキもふわふわで美味しいし、あともうあの不思議でしょうがないんですけど、この美しいお花のゼリーが、
そうなんですよね。ありがとうございます。いえいえ、まずちょっとお聞きしたいのは、はい、2年前にお店立ち上げたという、はい、すごいですね。その今まで違うことされてらっしゃって。そうなんですよ。ああ本当に知らぬが仏っていうか、もう何も知らないまま怖いもの知らずで始めてしまって。いや、やるとき勇気いらなかったですか。いや、もう私もこのお話いただいた時も、もう3回ぐらい断ったりです、でも本当にもうパートナーの飛川さんなんですけど、もう彼女の推しが強くって、うん、もうダメでもともとでやろうよみたいな。でも彼女も本当にボランティアをしたいっていうのがあったので、はい、うん、もう2人でやってちょっとずつでもその収益から思い切りボランティアやるようにしようっていうことを言ってくれたので、うん、始めることができました。まあ、特にですね、ちょっと今日ねシフォンケーキいただいたんですけど、はい、なぜシフォンケーキっていうことになっていくわけですか。はっきり言って私たちが売れるものって言ったらもうそれぐらいしか思いつかなかったので、そしてまあちょっと珍しいかなっていうのもあって、うん、もう普通のケーキとかだったら絶対そんなにもうね私たちが手が出せるようなものではないと思ったので、はい、でも彼女がやっぱり自分が食べれるっていうのだったら、あんまりケーキが苦手っていう人でも食べれるに違うかなっていうのと、やっぱりこう食の安全っていうか、もう安心して食べられるものっていうのを、もうそんなそれをモットーにしてやっていこうっていうような感じで。なるほどね。そういう思いで始められて今、まあ、2年経たれたわけなんですけど、実際やってみてどうですか。もうまだまだ大変なんですけど、でもまあ、今まであんまり経験苦手だったけど、うん、ここのだったら食べれるって言って、男性の方とかも、若い、本当に若い男の子もおじさまたちも、はい、今日はケーキ食べに来ましたって言って来てくださるのがすごく嬉しいです。そうですよね。ちなみにこのシフォンケーキ、ここを一番こだわってるいう部分ありますでしょうかね。そうですね。やっぱり卵、新鮮な卵ですかね。なるほど。だから普通にお料理に使う卵とは別に、ケーキ用に卵をもういっぱいいろいろもうやって、そこから選んでみたいな。そして本当に新鮮なものを、と思ってやってます。ですよね。やっぱこの新鮮な卵だから出せるこのふわふわ感。そうですね。もうやっぱりこう添加物っていうかベーキングパウダーもね使わないで、もうやりたい、もうやるっていうのはもう昔からそうだったので、もうとにかくそこにと思って。いや本当にその思いが伝わります。もう本当ふわふわで美味しいです。ありがとうございます。もうだから抹茶も、抹茶を入れるとあんまりこう膨らまないんですよね。あ、ですよね。ちょっと膨らみがね、あの抹茶とかチョコレートとかココアとか入れるとね、減っちゃうんですよね。はいはい。それでまたその時もお茶屋さんが協力してくださって、もう本当にいろんな人に助けられて、もうやってきた2年間でした。なるほど。いろいろ試しながら、試行錯誤しながら作られてきたということでございますよね、そして今ちょっとねもう一つ食べさせていただいたゼリーも。あ、そうですよね。もうゼリーもそのもう商品化しようと思ってなかったんですけどね、もうなんかちょっと見せたらもうぜひぜひって言われて、もう手作業でちょっと大変なんですけど、もう内職にほとんど近いような状態で一個ずつ作ってますので、いや本当芸術作品ですよ。そうです。ね、素敵ないただきました。二つともね食べさせていただいて美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます本当に。はい、これからも美味しいのたくさん提供してくださいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、すいません、お忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということでシフォンケーキとランチのお店のトライムの小川清美さんにお電話出ていただきました。はい、ね、お上品な感じの方ですね。そうなんです。すごく優しい方で癒されました、はい、いやそういう方が作られるからね、より美味しく感じるんでしょうかね。そうだと思いが伝わってきましたよ。さあ、それでは、シフォンケーキとミルクゼリーですか、得点を発表いたしましょう。はい、はい、あ、その前に、あ、そうですね、お値段聞いておきましょうか。はい、はい、シフォンケーキはですね、プレーンが250円、その他の、抹茶ですとかお野菜のものとか果物のものは280円です、はい、で、ゼリーの方は1つ400円、ちなみにランチなんですけれども、いろいろとあるんですが、小鉢とか結構たくさんついてて、600円台から、はい、
あります。お安いね。そう考えたらね。そうですね、はい、ランチも結構それぞれボリュームたっぷりなので、ぜひあのご来店の時にはランチ食べてデザートも食べて帰っていただければなと思います。淀まで行こうかな、ね、さあそれでは得点です。せーのドン、ドン。10点10点10点30点満点でございます。はい、美味しかった。だってこのシフォンケーキふわふわやもん。もう今日ふわふわしか言ってんかね。ね、素晴らしいですね。じゃあ鹿田さん、もう一度あのお店場所を詳しくお願いいたします。はい、今回ご紹介いたしましたのはシフォンケーキとランチのお店トライムさんです。京阪本線淀駅から市営バス、京都市営バス使っていただきまして、能勢岸の下というバス停で降りてください。1時間に1本くらいしかバスがありませんので、しっかり調べてからお出かけになってください。そこから北の方に向かって歩いて4分くらいになります。府道13号線ずっとですね、京都の方面に向かって進んでいただきますと左手に見えてくるところになります。電話番号を申し上げます。電話番号は 075-202-6319 075-202-6319。営業時間ですが朝の10時から夕方の5時までとなっています。定休日は月曜日と第2第4火曜日です。さあということで、もう皆さんからもね、おすすめのおやつを教えていただきたいですよね。そうなんです。今日はね、京都市伏見区の町さんから情報いただきましたけれども、皆さんにも身近にね、いや私らよう食べてるけど、みんなにもちょっとこんな美味しいのあるか教えたいわなんかいうお店ないですか。ちょっと小腹が空いた時につまみたいもの、何でも結構です。ドーナツ、ケーキ、コロッケ、唐揚げ、餃子、何でもいいですよ。教えてください。おはがきは郵便番号 552-8501、ラジオ大阪本間門、一時ですがおやつですの係までです。ファックスは 06-6577-0301 06-6577-0301。 メールはほんま @obc1314.co.jp honma@obc1314.co.jp です。採用されました方にはラジオ大阪のクオカードをプレゼントいたしますよ。おやつ情報お待ちしてます。ということで、おやつ娘の鹿田かなさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。